舞鶴発電所は、京都府舞鶴市あざち都市560の後にある、関西電力の石炭火力発電所。2004年8月に1号機が運転を開始、2010年8月には2号機が増設された。国際港として発展している、舞鶴港を利用し石炭を諸外国から輸入し、発電をしている。建設にあたっては、若狭湾国定公園内に立地するため、 周辺環境への排除し、元の地形を残して、敷地を二段に造成することで、開発面積を縮小62万平方メートルの敷地の6割を緑地とした。また、工事用道路として、舞鶴クレインブリッジ、平らトンネルなどが建設され、現在は舞鶴市道大波下浦入線として、一般供用されている。1号機は、関西電力としては、 約30年ぶりとなる石炭火力発電所で発電効率向上のため主蒸気温度及び再熱蒸気温度摂取595度主蒸気圧力24.5パした関西電力発の超輪開圧のボイラー及び蒸気タービンを採用した主要設備は三菱重工が担当したボイラーは圧力損失が低く構造が簡素な 垂直管カロ方式を採用しており、信頼性、保守性の向上を図るとともに、電動給水ポンプ、ボイラ循環ポンプなど一部補機の不設置による設備合理化が行われている。燃料は世界各地から供給される各種の歴生炭に対応しており、合計81端種に最適化した戦勝設計が備えている。A、PM バーナ、ロナイダ法。 交尾フンドミル、肺炎脱症装置などの環境保護技術によって全負荷領域において窒素酸化物低減を図っている。工期短縮のためフィリピン工場で製造された最大1500トンの7つのモジュールを海上輸送し現地で組み立てる工法が取られた。タービンは大容量クロスコンパウンド型で主蒸気及び再熱蒸気の高温化。 半導弾全弾への三次元設計翼の適用による高性能化のため先行する松浦発電所2号機、三住発電所1号機、立花湾火力発電所2号機の設計を踏襲した上で材料強度の向上、形状の改善を行っている。プライマリ軸に高圧タービンと中圧タービン、セカンダリ軸に第一低圧タービンと、 第二低圧タービンが接続される構成となっており、回転数はプライマリ軸 3600rpm、セカンダリ軸 1800rpm である。また、給水ポンプ駆動タービンの高容量化により、60万 kW まで一台運転を可能としている。2008年8月より、1号機でバイオマス燃料の混焼を開始した。カナダから輸入する。 年間約6万トンの木質ペレットの混焼により、二酸化炭素排出量を年間約9.2万トン、削減する。排出する二酸化炭素を分離、回収し、苫小牧市へ輸送する計画がある。発電所からやや離れた、マイズル親会公園に、PR 館、エルマールマイズルが設置されている。客船を模した構造で、実際に岸壁に係流されているが、航行能力はない。 館内には展示室とプラネタリウムが設置されている。ありがとうございます。